して神々も世界を作りたもうたばかりの時代、この世は三つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族と幽霊。今でこそドラゴンはモンスターの一種とされているが、昔は人間以上の知識を持ち言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの三つの種族は世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清する者が必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したのだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なのだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって、人間を滅ぼせだって、ふざけるな。ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。嫌だ。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。ディーノなんて呼ぶな。俺の名はダイだ。じいちゃんからもらった俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ。そうか、分かった。では人間どもの呼び方に従ってダイと呼ぼう。ダイよ、人間どもに味方する勇者としてお前を倒す。素直に我が軍門に下らんと命がないものと思え。頼む、俺の体の中に眠っているドラゴンの力よ、目を覚ましてくれ。今この男に勝たなきゃ人間はみんな滅ぼされてしまうんだ。よくぞここまで。ドラゴンの力を操った、その闘気と勇気に。何をするつもりなんだ。どうしたんだ、紋章が勝手に。頭が割れそうだ。じいちゃん、なんでこんなところに。おめちゃん、それに島のみんな、なんでこんな。
俺の今までの記憶が。デルムリン島に住む勇者に憧れる少年ダイは、育ての親の鬼面道士ブラスの下で魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い、偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは、偽勇者たちに騙されゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから無事にゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイを称え覇者の冠を授けるのだった。しばらくして賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お月の司教テムジン、賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは己の欲からレオナを裏切り抹殺せんと画策する悪人たちだった。彼らの差し向けた魔のサソリを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威、キラーマシンでダイたちに襲いかかる。テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情とともに発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナはダイと再会の約束を交わし島を離れた。様々な事件を乗り越えたダイ、しかし平穏は長くは続かず、さらなる騒乱が待ち受けるのであった。いつものように島のモンスターたちと脳を駆け回っていたダイ。しかし突如としてモンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは、魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほー、ジャナル威力よ、退け。魔法カトール。
申し遅れました。私、アバンディ・ジニュアール3世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい。正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのがこの私、アバンディ・ジニュアール3世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから一週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど真剣に修行に挑むダイ。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった魚眼を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行ではアバンの必殺技アバンストラッシュを得得するため、アバン流刀殺法の処方第一斬をもマスターする。そして修行開始から3日目、一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし私はある魔法で君を攻撃します。ですから君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、ダイ君。ドラゴラム！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族、ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては、真の勇者足りえません。さあ、来なさい、ダイ君。今日は厳しく行きますよ。うわあ！先生がドラゴンに！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族、ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては、真の勇者足りえません。さあ、まずは肩慣らしといきましょう。成長だ。教えがいがありますね。さて、次も張り切っていきましょう。
全くかっこ悪いですね。地震だ。いや、違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか、魔王ハドラー。久しいな、勇者アバ。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、アマツさえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバ。その昔、魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、イオラ。魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し、世界の暗雲を晴らしてやる。ベギラマー。何の真似だアバ。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするところ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ、カイハザン。凄まじい威力だ。以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ。知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ。俺はあるお方の力で再びこの世に蘇ったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは。大魔王バーン。貴様に敗れた俺を蘇らせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバン、覚えているか。15年前のあの戦いを。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと。使い魔。貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。喰らえ、イオナゼン！アバンストラッシュ！
さすがはかつて我が命を奪った王のアバンストラッシュ。大した威力だ。だが蘇った俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。先生、やめろ。そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ。貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？死？バカな！あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。その通り。いいことを言いますね、君は。大君。大丈夫ですか、みんな。よかった。ベリーナイスタイミングでしたね。敵は私の想像をはるかに上回る存在でした。今の我々の戦力では勝てません。だからこそ奴だけは、魔軍司令ハドラーだけは私がこの場で倒します。そして大君、ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。まさか先生死ぬ気じゃ。アストロン、これはアストロンじゃ。体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃を跳ね返してしまう高等防御呪文じゃよ。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。最後だなんて、やっぱり。先生、こんなの
こんなのやだよ。俺も戦う、先生と一緒に。それはアバンの印、卒業の証だ。私が一人前と認めた生徒に渡すものです。大君、君は素晴らしい素質を持った少年でした。修行が3日で中断してしまったのは残念ですが、もしあと4日間続けていたら、君は間違いなく勇者になれたと思いますよ。だからこれを授けます。あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください。ポップ、やだ、いやだよ先生。元勇者だかなんだか知らないけど、なんでそんな無茶をするんですか。勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか。勝てない相手だからこそ命を懸ける必要があるのです。それにね、ポップ、やっぱり修行で得た力というのは人のために使うものだと私は思います。いつかあなたにも必ず分かる日が来ます。だからその時のためにこれを預けておきましょう。先生、大丈夫、私は絶対に負けませんから。勝負だ、ハドラー。死ねー、アバーン。呪文？バカな、貴様の魔法力は尽きていたはず。この呪文はほとんど魔法力を使わない。その代わりに己の全生命エネルギーを爆発力と変えて敵を撃つのだ。まさかこの呪文は。やめろ、やめるんだ。死ぬぞ、貴様も死ぬんだぞアバン。それでいいのか。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。メガンテ、己の命と引き換えに仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは、アバン殿、あなたという人は。先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生、先生は。やはり衰えたわアバンめ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺すには至らなかった。これでもう恐れるものは何もない。魔王軍の天下だ。いまいましきアバンめ、貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら、先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。Yeah.
なんだと、こいつアストロンを自力で破ろうというのか。アストロンを破った。小僧、焼け死ね、メラゾーマ。キャダイン、こんな俺の炎が。おのれ、こうなったら我が剣で撃ち殺してくれるわ。なんだこの力は。バカな。ドラゴンの紋章だと。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。図に乗るな小僧。はずはない。いかにメガントで受けたダメージが大きいとはいえ、いかに相手がアバンの弟子だとはいえ、こんなガキに俺様が押されるはずはない。これくらいで負けるもんか。はっ、でデリラモン、トリッありえん。大丈夫か。じいちゃん、ゴメちゃん、ハドラは。残念ながら逃げ帰ったようじゃ。君らの翼を使うのが見えたわい。え？先生、先生。
行くのか、ダイ。うん。すまん、わしもついて行ってやりたいのじゃが、この島を一歩でも出てしまったら、わしは魔王の手先になってしまう。平気さ、じいちゃん。この島でみんなと待っててよ。俺が必ず大魔王を倒してやるからさ。ポップは？泣き疲れてまだ眠っとるよ。よほどショックだったんじゃろうな。じいちゃん、ポップのこともよろしくな。うん。先生、待ってよ先生。俺を置いていかないで先生。ポップ、修行で身につけた力を人のために使うのですよ。先生、ダメだ。アバン先生、ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。うん、まずロモスの王様に会いに行くよ。それからパプニカだ。じゃあみんな元気で。だい、ふざけんじゃねえぞ。俺を置いていこうだなんて。ポップ、よし、出発だ。大魔王を倒すためデルムリン島を出発したダイとポップ、海を渡った後、彼らはロモス王国を目指してとある森へ足を踏み入れていた。
よし、行くぞ。行こう。
よし、行くぞ。情けねえ。俺に任せろって言うからついてきたのに、あっちかなこっちかなって迷いやがって。え、ミーラ、あのお兄ちゃんたちが助けてくれたのよ。どうもありがとう。私マーム、この森の東にあるネイルの村のものよ。俺はタイ、こっちはポップ。旅の途中なんだ。君って強いんだね。このくらいの装備がないと、この魔の森の近くじゃ暮らせないのよ。あなたたち、どこへ行くつもりだったの？ロモスの王宮だよ。王宮なら、この森を抜けたところだけど。もうすぐ日も落ちるし、今日は私たちの村に泊まっていったら？ミーナを助けてくれたお礼がしたいわ。本当？そりゃありがた。なんだよポップ。あんな女に構わずさっさと行こうぜ。王宮のもてなしとちんけな村のもてなしじゃ比べ物にならねえよ。聞こえてるわよ。ご推察の通りちんけな村よ。さっさと行って王宮の夕食にありついたら。ま、ここら辺は夜になると危険なモンスターがうろうろし始めるから、早く森を抜けないと、そんな腕じゃ食い殺されちゃうわね。じゃあやっぱり村で。おお、言われんでもこのくらいの森スパッと抜けたるわい。さあ行こうぜダイ。ほら日が暮れるぞ、走れ。やっ！さあ！さ！やっ！さあ、行こう！さーてと、ちょっと上がっ。よし、行くぞ！しゃあね。やっ！へっ！せいや！やっ！うおー！
任せたい。俺に任せて。よし、行こうぜ。すごい威圧感だ。見つけたぞ、小僧。我が名は獣王クロコダイン。魔軍司令ハドラー様が指揮する6つの軍団の一つ、百獣魔団の軍団長だ。
ダイ、ハドラー様の命令によりお前を撃つ。死にたくなければ必死で発揮するのだな。魔軍司令様をも傷つけたというお前の真の力を。We'll be right back.
せ。まだまだ強くなるよ。我が名は中央鱗大。鱗大武人の誇り見せてやる。大ハドラー様の命令によりお前を撃つ。ものすごい威圧感だ。よし行くぞ鱗大。やるな。まるで鋼鉄みたいな肌だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。負けるもんか。行くぞ。やっ、うわっ、せいや、うわっ、うわっ、己すごいパワーだけならハドラーより上だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。おのおのの得意とする技においてはハドラー様を上回る力があるからこそ軍団長を任せられておるのだからな。ポップ、正面からぶつかったんじゃ勝ち目がない。俺が隙をついて攻撃するから呪文で援護してくれ。え、ポップ、そりゃないよ。賢明な判断だな。ザクは逃がしてやる。俺が殺せと命じられたのはダイ、お前一人よ。行くぞ。すまねえダイ、おめえもうまく逃げろよ。あ、だ、なんだ、あ、ライオンヘッド。あいつは、見つけたぞ小僧。
いや、それがよ、魔王軍に襲われちまってさ、なんとか逃げていたんだよ。もう一人は？まさかあんた、見捨てて逃げてきたんじゃないでしょうね。違う！なあ！これは卒業の証！アバンの印じゃねえか！じゃあ、お前も。それより今は、早くあの子を助けに行かなきゃでしょ？一緒に来なさい！ねえ！一方、その頃。くらえ！真空の斧！今だ！アバン流盗殺法！開発案！うん、たあ！かあ！ヒートブレス、俺の奥の手だ。俺に傷を負わせるとは大した小僧だ。なんで動けない。もうよせ。お前はよく戦った。俺が倒してきた歴戦の戦士たちよりずっと強かったぞ。少々惜しいが今楽にしてやる。ない、逃げろ。なんで動かねえ。体が痺れているんだわ。おい、敵はクロコダインだ。どこ狙ってんだよ。動く。体が動くぞ。おのれ、なぜ動ける。キアリクよ、麻痺や痺れを治す呪文、キアリクを打ってあの子を助けたのよ。これは魔弾丸。この魔法の弾丸の中に呪文を詰めて打ち出すの。そっか、撃てるのは攻撃呪文だけじゃないんだ。余計な邪魔が入ったが、一瞬命を流れただけよ。邪魔が入ったが、一瞬命を流れただけよ。小僧だ。少々惜しいが今楽にしてやる。うわ、おのれ。あなたヒャドできる？おお、俺のヒャド刑事門といったら天下一品で。脳ガキはいいから、この弾丸に詰めて。先っぽの石に指を当てて呪文を唱えるのよ。早く。よし、ヒャダルコ。死ね。今だ。おお、はあ、何の。おお、朝日か。よくも俺の顔に、いや俺の誇りに傷をつけてくれたな。覚えていろよダイ、お前は俺の手で必ず殺す。必
ならずだ。うん、先生からは回復系や防御系の呪文と格闘技を少し習ったわ。でも攻撃呪文ができなかったから。マダンガンをもらったんだ。ええ、卒業の日にね。あの日のことは忘れられないわ。卒業の証、アバンの印です。これをつけておけば全国公認の正義の味方ですよ。それからこっちは私からのプレゼントです。プレゼント？マダンガン、魔法を詰めて撃てるというグレイトな武器です。噂と書物だけで私が作ったものですが。先生、私こんなおっかない道具いりません。私はただ父さんと母さんみたいに村の人たちを守ってあげられる人になりたいと思って、それだけなんです。マーム、あなたは本当に優しい人ですね。でもね、マーム、愛や優しさだけでは必ずしも人を守れない時もあるのです。正義なき力が無力であるのと同時に、力なき正義もまた無力なのですよ。それにこの武器はあなたの攻撃力を補うだけでなく、回復、防御系呪文で人を救うこともできます。要は使いようです。大丈夫、あなたが使っている限りこれが正義なき力になることは絶対にありません。私が保証しますよ。ちょっととぼけてるけど、強くて優しくて本当に素敵な先生だったわ。ああ、なんだか急に会いたくなっちゃったな。いかにアバンの人とはいえ、あのような小僧にやられるとは。おのれ、あれとるな、クロコダイン。何者だ。まあ無理もないわな。たかが数人のガキにそのような傷を負わされてはの。ザボエラ、貴様俺の負傷をどうやって知った。戦場の見張り役、悪魔の目玉は我が妖魔師団の一員。このわしに知らぬことなどないわ。それで俺を笑いにでも来たのか。お主の危機を知り助力しようと駆けつけたんじゃよ。同じ軍団長としてのよしみでな。なんだと、貴様この俺にそんな卑怯な手を使えというのか。貴様ごときの手など借りずとも、俺は正々堂々とやっと戦い勝ってみせるわ。どうかな、あの大という小僧なかなか侮れんぞ。ハドラー様にひどい傷を与えたらしい。それに万に一つ次に奴を仕留め損なったら、魔王軍に居場所がなくなるぞ、クロコダイン。大の実力を知るハドラー様はともかく、他の四団長が何と言うかの。獣王クロコダインは小僧の首一つ満足に取れん打ち気者であったのかと。何を。悪いことは言わんよ。
これを使え。お主とて今の地失いたくあるまい。さあ大を倒すためだ。受け取れ。翌日マームは大が村の長老へ魔法の修行をさせてほしいと話すところを目撃する。アバンの弟子に教えるほどの力はないという長老。しかし大はアバンは自分たちを守るために死んでしまったのだと告白する。だからアバンの仇を討つためにも強くなりたいのだと訴える大。その熱意を受け長老は大との魔法の修行を了承する。一方その話を隠れて聞いていたマームはアバンの死に大きな衝撃を受ける。さらに翌日大は長老との修行によりメラを発言させられるようになる。完全な成功ではないものの長老は大の弱点を工夫で補う様を褒め上げる。アバンの仇を討つため修行を続ける二人を見てマームは一人思い悩むのだった。じゃあねマーム、いろいろありがとう。ごめんね、本当はついて行ってあげたいんだけど。大丈夫さ、長老様から森の地図をもらったしね。さよなら、またいつか必ず来るよ。二人とも命がけで先生の仇を討とうとしているのに。私マーム、行っておあげなさい。母さん、大君たちの手助けをしてあげたいのでしょ。私たちのことは構わずお行きなさい。私もね、昔この村を飛び出していったのよ。傷つきながらも戦い続けていたアバン様や父さんを見かねて。私の娘だもの、しょうがないわよね。母さん。マームや、この村のことなら大丈夫じゃ。わしもなんとか踏ん張ってみせるわい。みんな、ありがとう。ありがとう。ダイー！ポップ！お？マーム？ダイー！ポップ！私も行くわ！やったー！やったー！ダイー、ポップ、あなたたちがアバンの使徒と呼ばれるなら、私はその先輩でしょ。だから私も先生の意志を継いで戦うわ。お前まさか。詳しい話はみちみち聞かせて。さあこっちよ。なんだなんだ、そうか、新たな人間がやってきたのだな。ここは記憶の神殿、あらゆる記憶が集まり、そして刻まれていく場所。そして我はこの神殿に仕えし、記憶の番人である。この場所に訪れたということは、そなたらは新たな力を求めし者と見たぞ。ここではそなたらの記憶をもとに
さまざまな試練が行く手を阻むであろう。だが試練を乗り越えていけば、記憶はより強固なものとなり、新たな力を得られるはずだ。そなたらには不思議な力を感じる。我も新たな記憶を得られそうで、実に楽しみだ。久々に訪れた人間だ。我の知識と記憶も与えてやるから、十分に活用し挑戦するのだぞ。さあ、記憶の神殿を巡るがよい。
さーてと。やっ、やっ。
あれは、もう15年ぐらい前でしょうか。主人は戦士として、私は僧侶として、アバン様にお力添えをしましたわ。負けるなよ。勇者は常に強くあれ。この覇者の冠をかぶる資格があるのは、むしろこの勇敢な少年かもしれんな。なかなか良い記憶を得ているようだの。行こう。
マームを仲間に加え、ロモス城に無事たどり着いた三人。しかし、夜に城へ入ることはできず、城下町の宿に泊まることとなった。たまたま同じ宿で出会ったのは、かつてデルムリン島で悪事を働いた偽勇者一行。現在は改心したのだと主張する偽勇者一行。過去の因縁は一旦置いておき、共に同じ宿で一晩を過ごすのだったが。今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も、すべて勝利あってのもの。たとえどんな手を使ってでも、奴を撃つ。うわあ！出てこいたい。さもなくばロモス王国は今日で壊滅だ。うわあ！この声は、きっとクロコダインの百獣魔団だ。行け行け、ロモス城を殲滅するのだ。ダイン待って。ダメです、王様。敵はかつてないほどの軍勢、持ちこたえられそうにありません。かくなる上は王様だけでもお逃げください。民を見捨てて逃げるわけにはいかぬ。王の逃亡は敗北と同じ。わしは非力な年寄りじゃが、断じて逃げるわけにはいかんのじゃ。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせんぞ。何者？俺は魔王軍の百獣魔団長クロコダイン。ロモス国王、俺はお前の命など全く興味がない。だが俺のターゲットをおびき出す餌になってもらう。早くダイを追わないと。だけどクロコダインの強さは半端じゃないんだぜ。言ったら殺される。だから私たちが加勢しなきゃダイが殺されちゃうでしょ。三人で力を合わせなきゃ。心配ねえよ。いざとなったらダイのやつはめっぽう強いし、死にはしねえよ。どうしたのよポップ。あなたダイの友達でしょ、仲間でしょ。彼がどうなってもいいの？大体俺は魔王軍と戦おうなんてつもりは元からなかったんだよ。好きで戦ってきたんじゃねえんだ。そりゃダイは一緒に修行した仲間だけどよ、あいつがいるから敵が次々と襲いかかってくるんだぜ。巻き添え食って死にたかねえよ。てめえ！あなた、アバン先生から何を習ってきたの？ダイもあなたも先生の仇を討つために命を懸けて戦っている。そう思ったからこそ私ついてきたのに、仲間になったのに。あんたなんて最低よ！ロモス城大広間。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ、待ちかねたぞ。さあ思う存分戦うがいい、クロコダイ。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ、待ちかねたぞ。今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も、すべて勝利あってのもの。来い、行くぞクロコダイン。さあ思う存分戦うがいい、クロコダイン。取れ、ふざけろ。出会うぞ。乗れ。行くぞクロコダイン。来い。メロ呪文だと。チャーン。先の戦いでは剣だけしか扱えなかったダイが、まさかこの数日の間にメラを身につけたのか。
男子三日合わざれば刮目してみよというが、こいつがまさにそうだ。このまま成長していけば、間違いなく魔王軍にとって最大の脅威になる。ダイ！マム、王様にベホイミを、わかったわ。使いたくはなかったが、いや、無を得まい。あれは魔法の筒、何なの？生き物を封じ込めておける筒だ。呪文で自由に出し入れができるんだ。おそらく中身はあいつの助っ人だ。リデオ、デルパー。え、じいちゃん？ダインの育ての親ブラスはもともと鬼面同士、島を出て大魔王様の魔力に影響されれば魔王軍の先兵に早変わりする。さあ行け、鬼面同士ブラスよ。己化け物め。待って、あれは俺のじいちゃんなんだ。島に流れ着いた俺を拾って育ててくれたんだ。育ての親に手出しはできまい。ダイに対してこれ以上の資格は考えられんて。メダパニ。どうしたんだ、やめろ。メダパニをかけられて混乱してるのよ。じいちゃん、やめてくれ。なんでそんなひどいことするんだよ。俺がわからないのかよ。ダイ。じいちゃん。メラミー。じいちゃん、とどめだ。また貴様か。こっちもメラミをお見舞いしてやるわ。ダメだマーム、じいちゃんに当たっちゃう。お願いだよ、俺のたった一人の家族なんだ。ブラスよ、奴らを。クロコダイン、あなたそれでも戦士なの？誇りだのなんだのと言ってたから、正々堂々とした男だと思ってたのに。そうだ、こんな少年相手に人質を取るなんて、武人の風上にも置けぬ奴よ、恥を知れ。黙れ。武勲のない武人など張り子の虎も同然。何とでも言うがいい、誇りなどとうに捨てた。終わりだダイ、それ以上苦しまぬように人思いに葬ってやる。この獣王クロコダインの火でな。獣王ツートン撃。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせんぞ。
ょっとは頑張りますか。よーし、さーてと、なんだ今の、まさかダイとマームが、いや関係ねえ、もうあいつらが死のうが生きようが俺の知ったこっちゃねえんだ。お前まだいたのか。なんだてめえ、偽勇者一味の魔法使いじゃねえか。魔族法だ、カジバ泥棒が偉そうに。俺は勇者アバンの弟子なんだぞ、てめえらみたいな小悪党と一緒にすんない。ほう、かの有名なアバンの弟子というのは、仲間を見捨てるようなものでも務まるのかね。どれどれ、お前の仲間がどうなっとるか、わしが水晶玉で見せてやろう。ダイ、ブラス爺さん、なんで。ダイ、今回復呪文を。マム、お仲間は大ピンチのようだな。誰か助けに行ってやらねば。だけど俺なんかが行ったって、あのクロコダイン相手じゃ何にもできねえよ。くそー、勇者とは勇気あるもの。そして真の勇気は打算なきもの。相手の強さによって出したり引っ込めたりするのは本当の勇気じゃない。なんてな、わしのセリフじゃないぞ、師匠がいつも言っとった言葉じゃ。わしもな、若い頃は正義の魔法使いになりたくって修行しとったんじゃよ。だけどあかんかった、ピンチになると仲間を見捨てて逃げるなんてザラじゃった。おかげで今はこんなありさまじゃ。さあ早く行け、胸に勇気のかけらが一粒でも残っているうちにな。今度こそ本当に終わる、この一撃で。さらばだ。待てー。
誰かと思えば、あの時の魔法使いか。今さら己程度が出てきたところで何ができる。うせろ。アバン先生、先生の5分の1、いや、10分の1でいい。俺に勇気を与えてください。許さねえ。俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。島からじいさんをさらってきて手下にしやがったな。どぎたねえ奴らだぜ。さっさと消えてしまえ小僧。所詮貴様は大と比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞ。ふざけんな。誰が仲間を捨てて逃げるもんか。アバンの人にはそんなふぬけはいねえぜ。クロコダイン、俺と一対一で勝負しろ。それとも俺みたいな小物が相手でも汚え人質作戦を使うのかよ。なんだと。よかろう。そんなに死に急ぎたいのなら仲間と一緒にあの世に行くがいいわ。さーてと、ちょっとは頑張りますか。許さねえ。俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。今さら己程度が出てきたところで何ができる。うせろ。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても、大の回復の時間稼ぎくらい。待てよ、アバン先生みたいにか。一回も使ったことねえけど、やるしかねえ。おりゃはぁ、うん、はっ、てっ、ふっ、凍えろ。なんということだ。はっ、せいや、うわっ、やっ、うわっ、やっ、うわっ、おって、てっ、うわっ、せいや、燃えろ。うん、やっ、いて、いて、もう、ダメだ。ポップ、逃げろ。ポップ。心配すんなよ、ダイ。俺はもう、逃げないぜ。そうさ、お前は、こんなのを何発も食らいながら、戦い続けてきたんだもんな。一発や二発食らったぐらいで、おねんねしてられねえよな。こうなったら命を捨てて、やるだけやってやら。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても、大の回復の時間稼ぎくらい。待てよ、アバン先生みたいにか。一回も使ったことねえけど、やるしかねえ。と消えてしまえ小僧。所詮貴様は大と比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞ。ふざけんな。誰が仲間を捨てて逃げるもんか。アバンの人にはそんなふぬけはいねえぜ。アバン先生、俺に勇気を与えてください。ふん、ふん、ずりゃなぜそこまで耐える。杖は砕け、魔法力も尽きた貴様に一体何ができるというのだ。全部計算づくなんだよ。杖を砕いたのも、魔法力を温存したのも。何、これこそ我が師アバンが得意とした伝説の呪文。邪なる威力よ、退け、魔法化トール。さて、なんじゃ、ここはどこじゃ。
わしゃ一体。じいさん、あんた魔王軍に操られていたんだよ。あんたに大を襲わせようって汚ねえ作戦なんだ。いいか、絶対にその魔法陣から出ちゃダメだぞ。小僧、貴様一体何をしたのだ。魔法カトール、魔を拒む光の魔法陣を作り出す呪文さ。先生みたいに島ごととまではいかねえけど、あのくらいのやつなら俺にだって。バカめ、今さらブラスを救ったところで何になる。見ろ、己のレベルもわきまえず大呪文を使ったおかげで貴様はもう何もできん。ブラス爺さんさえ無事なら大は思う存分戦えるんだ。てめえなんざ軽くやっつけてくれるさ。あいつは本当に強いんだ。貴様、大のために命を捨てる覚悟だったのか。そんなかっこいいもんじゃねえよ。仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやってそう思っただけさ。こんな未熟な少年までが命を張って戦っている。それに引き換え俺は小野上の可愛さに誇りを捨て卑劣な手段を使ってしまった。本当にこのままでいいのか。誇りを失ってまで得る勝利に価値はあるのか。キルコゼイン、何をしとる。早くそのガキを殺してしまわんか。勝利は目前なんじゃぞ。くだらん情けに囚われて軍団長の座を失ってもいいのか。許せ小僧。許さないぞ、うん、俺のじいちゃんに悪いことをさせ俺の仲間を傷つけたお前を許さない。死ぬよりかっこ悪いやってそう思っただけさ。やっ、さあ行こう。クロコダイン、許さないぞ。あの紋章は何だ。これがハドラー様を退けた大の真の力なのか。クロコダイン、許さないぞ。俺の仲間を傷つけたお前を許さない。あいつ、全てを込めてあいつを倒す。負けられん。俺は魔王軍の百獣魔団長クロコダイン、絶対に負けられんのだ。おのれ、しっかりしろ。ポップ、あの大の力は何。俺にも分からねえ。きっとあれはあいつの秘めた力なんだ。あの謎の紋章と力は大の怒りに反応してるみたいなんだ。そ
そしてあいつは今心の底から怒っている。魔王軍の汚えやり方に怒りを爆発させてるんだ。これがハドラー様を退けた大の真の力なのか。だが負けられん。ここで負けてしまったら何のために誇りを金具にしてたのだ。今の貴様が鋼のような肉体だとしても至近距離でこれを食らえば終わりだ。俺の最大最強の技であの世へ行け。だーこいつを使え。ぶちかませたい。俺たちの先生のあの技を。負けるなら正々堂々戦って負ければよかったよ。小僧、お前にも教えられたぞ、男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。目先の勝利に走った俺はバカだった。さらばだ大、負けるなよ。勇者は常に強くあれ。うわクロコダイン、勝ったな。よく戦ってくれた。特にダイ、この度の勝利はまさにお前のおかげじゃ。もはや名実ともに勇者にふさわしい男に成長したと言えよ。晴れて今日より勇者ダイを名乗るがよい。王様、俺まだいいです。え？何言ってんだよおめえ。俺一人じゃ勝てなかった。ポップ、マーム、ゴメちゃん、それにお城のみんなが力を合わせたから勝てたんだ。俺が勇者だって言うならみんなが勇者だよ。だからせめてもう少し強くなって、みんなに迷惑かけずに戦えるようになるまで勇者なんて呼ばないでください。恥ずかしい。はい、わかった。さ
さらに大きな成長を期待しておるぞ。これはわしからのせめてもの贈り物じゃ。それを身につけて国民の前で見せてやってくれ。みんな国を救った英雄たちの姿を見たがっておる。頑張って人から感謝されるっていうのも悪くねえもんだ。ポップ、今日のあなたちょっぴりかっこいいわよ。イエーイ、5000円ありがとう。ダイ、聞きなさい、この歓声を。たとえお前が望まずとも、人々はお前をこう呼ぶだろう。小さな勇者ダイと。